ための情報番組、土曜朝の気分はウェウェー、ともせひなです。上野ひらです。よろしくお願いします。はい、ということで、6回目でございます、はい、今日は5月の11日でございます。はい、はい、511ですね、551じゃん。ちょっと違かった。お腹空いてますけど、まあ、はい、じゃあ、5月11日はどんな日なんでしょうか。はい、桃瀬ひなの今日は何の日。はい、ご当地キャラの日。お、うん、なんか言い方がドラえもんっぽくなってんな、お前。ご当地キャラの日。ごめん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 、いらんこと言う。はい、はい、日付は、はい、5101ご当地、はい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 、と読む語呂合わせからでございます。さっきなんかそういう計算入るよね。えっとみたいな。一回分けるんだ。分ける、はい、はい、地域の活性化を目指し、うん、街を元気にするご当地キャラクター同士の連携を深め、うん、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信することが目的です。はい、2013年、うん、1月27日、全国各地のご当地キャラクターが長崎県佐世保市のハウステンボスに集まり、100体以上のキャラクターがリズムに合わせて5分間以上ダンスするというギネス世界記録に挑戦し、あれ本当にね、人死にそうになってるからね。世界最大のマスコットダンスとして認定されたそうでございます。いやー、大変やったよ。だってさ、今最近やね、やっとあのマスコットのこの辺とかに空気窓とかさ、なんかファン入れてさ、空気入れたりとかいうのをやってるけど、ほんまにあれ熱くてやばいからね。研究者ですか。でしかもあの5月11日って絶対暑いから、うん、絶対暑い。いや、まあ、これ撮ってるのは1月ですけどね。ああ、え、そうなの。1月27日に挑戦したって書いてます。なるほどね、冬やからね。冬やったとしてもきっと暑い、暑いと思うんですけど、多分しんどいと思う。でね、その、うん、大阪のご当地キャラしたらめちゃくちゃおって、全然知らんかったんですけど、まあ、モズヤンがね、多分一番皆さん知ってる有名なキャラ、うん、ね、はい、大阪副知事、副知事だね、うん、そうそう、モズとなんかモズとかけた、はい、あれが一番有名やけど、意外といてたんで、皆さんの住んでるし、はい、大阪の方もし、はい、調べてもらって、はい、で全国各地いるんで、ちょっと一回調べてみてください、うん、めっちゃおもろかったです。私の住んでるところ見たら、いや何それっていう、なちょっと可愛いのか可愛いのか置いとこみたいなキャラクターいっぱいいたんで、はい、ちょっと調べてみてください、面白かったです。はい、はい、そしてもう一つ、はい、エベレスト日本人初登頂記念日でございますね。日付は、登山家松浦照夫さんと冒険家上村直美さんが標高8848m の世界最高峰の山エベレストに日本人として初めて登頂に成功した1970年5月11日から記念日が設定されております。はい、4名の初登頂の成功という偉業を後世に伝えることが目的 で、うん、でこの当時ね、うん、大阪で開催されてた大阪万博一色やった中で、はい、このニュースで日本中が感激して、はい、もうまさに高度経済成長の未来を指し示すかのような出来事として、うん、多くの人々の記憶に刻まれたという、ね、そうなんですよね。でも当然生まれてないんだけど、生まれては、俺ギリギリ生まれてないの。ギリ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 生まれてない。俺この年の9月29日に生まれるので、よく言われるんだけどさ、1970年生まれですって言ったら、大体みんな、ああ万博でしょって必ず言われるんだけど、いや万博でしょって俺生まれてないから、万博開催期間中に俺生まれてない。生まれてたとしても知らない。そうそう、生まれてたとしても0歳なんで記憶あるわけねえっつみたいな感じで、めっちゃ月の石とかさ、めっちゃ言われるんだけど、いやすいません全然知りませんみたいな話やってで、まあちょうどその時にこれがね、この上村直美さんがね登頂したという話なんですけど、まあ、僕らでもね、上村直美物語とか、ね、本もあるし映画もあったんですよ。でそれを見てるし、で実はその、まあ、上村直美さんってこの後14年後に亡くなるんですよね。でアラスカ
か週の秋かな、田中に行った帰りに、亡くなってらっしゃる方で、いまだに見つかってないんですよね、行方不明という形になっているので、で、もうそれ衝撃的なニュースで、これを盗聴したり、わーって喜んでたのに、行方不明なのみたいな話で、それが僕ら中2の時やったんですよね。未だに覚えてますし、その後に、まあ、上村直美さんを称える意味でのその上村直美物語とかっていうのも、まあ、もちろん見ましたけどね、はい、非常に、なんだろう、上村直美さんっていう人が僕らの世代はすごい名前がものすごい印象に残ってる。もうなんかこの人がなんかすごいこう登山家じゃない、冒険家の象徴、南極大陸とかね、いたらし、いろんなこと、犬ぞりとかで行ってたりとかする人なんで、僕らもヒーローの一人だったんですけどね、はい、その日がなんと、この日だ、はい、ということでございます。はい、はい、ということで、この後がですね、はい、いつものやつですね、いきますよ、シネマどんぶりでございます。はい、はい、今日のシネマどんぶりはですね、はい、映画、小座ママ。歌って小座のママさんというね、タイトルの映画なんですけども、はい、この映画の、中川陽介監督にインタビューをさせていただきました。どんな作品かとかいうのは、うん、まあ、この後の予告映像と、インタビューをご覧になっていただきたいと思います、はい、それではシネマドンブリ。あなたたち、自分の実力分かってんの？素人よ、素人。そんな話じゃなかった。私のペース、素人なんだって。夢を追う人を笑うな、夢を信じてる人を笑うなよ。私が今日はですね、小座ママ、歌って小座のママさんという映画のですね、監督でいらっしゃいます、中川陽介監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、さい来ましたね、沖縄の挨拶が来ましたが、はい、それではですね、まずこの、小座ママ、歌って小座のママさんというこの作品なんですけども、これがどういう作品なのかを簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、沖縄の中部にコザ、まあ、今沖縄市って言われてるんですけども、相変わらず地元はコザって言うんですけども、コザの町を舞台にして、4人のアラフォー女性が R&B バンドを昔やってたんですけど、それをもう一回再結成して町おこしのために立ち上がる、さてうまくいくのかどうだろうかっちゅう、まあ、ミュージックエンターテイメント映画と自分では思っておりますはい、もう本当に全編 R&B が聞かれてるっていう、うん、まさに音楽エンターテインメントだなと思うんですけれども、この作品をまず作るきっかけはどういうきっかけで作られた感じなんですか。まあ、その今話した小座の町がシャッター通りになってて、はい、それでもまあ何人か若いその店主が頑張ってピザを焼いてたりなんかやってるわけですよ、はい、その中の理事長さんも代が変わって、まあ、50代の若い理事長さんが、うん、まあ、フードトラックをやってイベントやっても一過性のもので、その時だけは人が来るけど、はい、またすぐ錆びれちゃうと、はい、なんでなんかこうずっと残るもの、うん、もしくはその影響力のある文化で何かっていう話で、映画ってできませんって言われて、うん、でそれが一番最初のきっかけでありますね。でなんで R&B だったのかなっていうところがまずあるんですけど、
コザって言うと、まあ、沖縄詳しい人は沖縄でコザって言うとすぐハードロックっていう話になるんですけども、はい、その今回の舞台になったのが銀天街っていう、はい、本当にちょっと離れた1キロ以上離れたちっちゃなちっちゃな商店街なんですけどもそこにこう取材にずっと行ってる間にここは昔黒人街って言われてて、はい、その本国でも差別されて人の中でも差別されてた、うん、で外に出ても遊ぶところがなかった黒人兵がいつの間にか集まるようになったそういう街だったんだよと、うん、でまああのおじいさんやおばあさんに話を聞くとその店のドーナツ版には本当に黒人音楽がいっぱいドーナツ版が入ってたとか、はいはい、それからあの彼らは僕らには優しかったよとかそういう話をいくつか聞くうちに、うん、多分白人のその戦争へ行くシステムのためのロックではなくて、うん、黒人が黒人であることを誇りに歌った R&B というものを主題にした映画は多分初めてだし、うん、なんかそれこそ沖縄のルーツ沖縄が置かれてきた差別されその区別され、うん、大和とアメリカの戦争に巻き込まれたっていうそういう被害者であるわけで、うん、はいはいそこら辺の気持ちを代弁するのには R&B がいいかなと思って、はい、それでその音楽を選んだってことになりますかね。ずっと R&B が流れてるっていう作品ってなかなか珍しいというかと思っていて、でそう思ってたらなんか途中で急にズラが出てきたりとかするベタベタな沖縄芝居みたいなねいやなんかそういう、まあ、ギャグというかまあまあ、ある意味なんていうんですかねギミックというかそういうのもしっかりと間に入れながらっていう形になってる、うんうん、でも多分僕も見ながらであれがあるから最後まで見れたなっていうのは実はそうですね。ずっと R&B だとやっぱりちょっとこう、うん、ローテンポっていうかローになっていくんででもその合間にああいうのがポンって入ってくるとちょっとこう跳ねるのでそうですね。そういうところは多分考えられてる声高にその戦争反対とか、うん、そういうことをずっと言ってるとね、はい、またそれはそれでね、うん、どうかなと思って気づけばいいかなっていう形になってはいるんですけどね、はい、で実はこの作品の最大のテーマっていうのは実は、まあ、かつて夢を追いかけてた人がもう一度その夢にチャレンジするというかそういうところがあって、うんうん、かつその夢にチャレンジするというかそのプロでやるとかやらないとかっていうところがまあどういうことなんだみたいなところをある意味このぐさりと刺してきてくれるっていう内容になってるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもその辺はなんかその監督的にこういう内容にしたっていう理由って何かあるんですかね。それぞれが夢を追うっていうのが、うんうん、特に若い頃はそれで一攫千金とかね、はい、名前を売って CD 出してとか、はい、フォロワーを何万人とか、はい、そういう TikTok でとかいろいろあると思うんですけども、はいはいはい、それは一つの音楽の、夢の追い方であって、うん、例えば沖縄の場合畑で三線を弾いてるおじいは誰にも聞かせなくても、はい、やっぱり自分の高みを目指す、うん、自分の心が動くことが楽しい、うん、ということで三線を弾いてるわけで、はい、本来芸術であったり芸能っていうのはそういうものが本当に自分の心が動いた瞬間にそれを表現したくてやってるっていう原始的なものっていうのがどっかになくなってしまってるかなと思って、うん、でも沖縄には残ってると、はい、だからその今回も夢が一回破れて、うん、もう今からデビューしても多分そんなにはいかないだろうけどもそれでももう一回 R&B をやってみようバンドをやってみようっていうアラフォーの女性たちに芸能への思いを託したという感じですかね、うん、そうですよね。だからまあ、僕なんかも言ったらもう50過ぎてて、まあ、映画撮ってみたいな話をやってるんですけどでも僕はやり始めたら40過ぎてからなんですよ。だからそれまではサラリーマンやっててみたいな話なので、うん、ある意味すごい自分に重ねる部分もすごくあってですね、まあ、この番組自体も夢を追う人のこと夢人って呼んでるんですけど夢人の 夢人による夢人のための情報番組っていうことでやらせていただいてまして、はい、なので、はい、多分これを見てる夢人たちはものすごいこの作品は刺さるんじゃないかなって僕は、うん、思って見させていただいたんですけど監督的に夢を追っかける人に対してメッセージをなんか言いたかったみたいなところがあるんですかね。メッセージというよりも多分年を取ると、うん、自分の持っている夢は多分変質してくるんですよね。はいはいはい、さっき言ったように若い頃はもっともっと
なんですかね、ギラギラしたものかもしれない。はいはいはい、でもあの40代50代になった時はもう少し夢が形は変わってると、うん、でもそれでいい、それを肯定してやることが大事なのかなと。例えば映画に心が揺さぶられる瞬間というのをまだ50でも持ってるってことは誇りにしていいし、プライドだし、それがなくて毎日毎日テレビを見てパチンコして寝ちゃうっていうだけよりはなんと豊かなことかと。だからそういう意味での芸能っていうのを肯定的に、なんかそういうふうに言ってると負け犬がと、何を言ってるんだってやつが未だに多いけども、ほーっと俺は言いたいんですよね。ほーっと、はい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 、そうじゃねえだろうと、うん、そうじゃないっていうことを言いたかったわけですよね。そうなんですよね。だからこの作品の中結構ですね、その、 あの負け犬っていうふうに呼ばわってくる人が結構出てくるんですよですよね、クライマックスで、はい、で、そうですね、これに対する答えというか、それがしっかりと描かれてるというふうに僕は思っていて、うん、ある意味僕はあの答えを言って、まあ、一人が言ってないんですよ。あのそれぞれがそれぞれの形であのその答えについて語っていってる部分があって、で商店会長もそうだし、とボーカルの彼女のお母さんが言ったこととかもそうなんですけれど、プロとしてそのお金取ってその大成功してるっていうことと、あとその大した客もいないところでお金にもならないような歌を歌ってるっていうことを、なんか負け犬であるみたいなことを言う人がいたりとかするのに対するその答えがですね、この作品の中にあるので、ぜひ僕も番組を見ている人たちにはこの作品でその答えを受け取ってほしいなというふうには、すごい思っているんですが、時間がそろそろ来てしまいましたので、そろそろ監督からですね、見てらっしゃる皆さんに、メッセージをお願いしたいと思います。はい、とは言いつつ笑って笑ってって部分大事にしてますんで、 あんまり難しく考えないで見に来ていただいて、はい、で笑ってるうちにどっかでちゃんとぐっと大事なことは伝えようと、お客さんにはね伝えたいと思ってるんで、そんなに構えなくても笑って音楽聴いて、ああそういうことかって思ってもらえばいいかなと思いますね。ちょっと沖縄を題材にしてね、暗い映画が続いたんで、いやいや相変わらずウチナン中は楽しいですせウチナ映画はっていうところも今回はやりましたんで、ぜひ劇場に足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はですね、映画コザママ、歌ってコザのママさん、の監督でいらっしゃいます、中川陽介監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、ニフェデビルどうでした？いい監督さんですね。ハイサーイから始まったから笑っちゃった。いやまあでも、まあ題材が歌じゃないですか。みんなも歌ってるから、なんかそのまあちょっと身近なものが題材っていうのもすごい見てて楽しかったと思います。ましてやね。夢に向かってね。そうそう、私もそのタイプ同じやから、ね、そうそう、なんかほんまにその政府とか中で出てくさっきも言ってたけど、そのちっちゃいところでやってるのを負け犬っていうのって、それがーとかってどんどんな、いや分かる分かるとか、ね、分かるっていうか、ほんま言うなよーとかってこう君嫌いとかってその前者セリフなんやけど、もう、もう嫌いって思いながら早く次の死にてくれって思うぐらい私も中の人と同じ感情になりながら見てて、でもすごい楽しそうにこう歌歌ってみんなでこうバンドしてるのがすごい楽しそうやなと思って、なんかこう夢が叶う叶わないもう大事やけど、やっぱその向かってやってる中が楽しければきっと結果がどうなったとしてもいい時間やったやろうし幸せやなって思うやろなと思ったら、ちょっとこうやっぱどうしてもやってると結果を見てしまう、お客さん来るかなとかいっぱい見てくれるかなとかって思うけど、じゃなくってやっぱその一個一個楽しまないとなとかっていう感情にもなったし、ちょっとなんか改めて頑張ろうみたいな、私はねそういう風に感情になった映画でしたね。ね、だからほら言った通りでしょ、だから夢人が見るとねそうすごい感じることがすごくある映画なんですよ。しかも同じ題材やから歌っていう、でも、はい、そうだけじゃなくても多分もう夢人は絶対見た方がいい。そう、絶対見た方がいい。でね、面白いことがあって、実は中川監督自身はね東京都の出身なんですよ。だけどもう10年以上沖縄に住んでらっしゃるんですね。うんうん、でも沖縄で農業をやってます。へー、うん、
あの畑やってて、このインタビューの前も実は畑やってた、土いじりやって土いじりしたのに、そうそう、いや、それもすごいのが、その前の日に東京で舞台挨拶、取材か舞台挨拶があって、で、飛行機でそのこのインタビューの前に帰ってきて、で、帰ってきたのが2時ジャストやったのね、で、このインタビューが4時間、この2時間の間に帰ってきて、また土いじりやそうそうそう、それぐらいもう実はそのご本人自身はもう農業をやってるっていう感覚なんですよね。でなんだけれども、この映画の話が来て、普通だったらほら東京から知り合い読んで東京の役者使ってどう思うんでしょう、違うんですよ、これ実は4人のうち歌を歌ってらっしゃる方本当の歌手だから演技経験ないです。でドラムの人も実はドラマー、いやすごい、だから楽器普通に皆さん上手やし、歌はもう圧倒的に、まあ、さっき聞いたから分かると思うけど、圧倒的にうまいというか、もなんかすごい、だからこの作品で主人公 の, あのベース の,、うん、あの作曲をやってる女の人と、うん、あのもう一人のベース の, あのいつも何かのかぶり物をやる、うん、あの人、この二人だけなの。で他に、まあ、あのご当地の、うん、まあ、役者さんもいれば、なんかお笑いの人とか、うんうん、いろんな人が実は参加していて、監督自身ももうこれうちな映画にしようっていうことで、陣容はご当地の人みんなでやってる、だからワイワイご当地の人でみんなで楽しんで作るっていう中で出来上がったやつがこの作品で、うん、っていうことなんですよね。でちなみに僕がさっきから言ってる、その一瞬ね、なんか突然なんかズラかぶったりとか、なんか化粧されてたりとか、なんかいろんなシーンが、合間にちょいちょい出てくるんですけど、あのこれもねだいぶ悩んだそうです。撮るだけ撮ったけど、これ入れる入れへんものすごい考えたんですよ、うん、でもいいアクセント、うん、いや俺はあってよかった。しかもちょっとなんか似合ってるんですよね。そうそうそう、すごい似合ってはるから。最初見間違いかなと思って、え、こんなんやったっけと思って、だって割とシリアスなシーンで出てきたりするから、おーっ、しかもワンシーンやから、そうそうそう、えってなって、サクッと入ってサクッと出てくるから、ちょっといい刺激ですよね。そうですね。だから皆さん、沖縄の人みんなで作ったっていう感覚の映画なので、まあ、あの気軽に見ていただいて楽しんでいただけるし、その中に夢人は受け取れる、メッセージがあるというような形なので、はい、ぜひ見に行っていただきたいと思います。これがですね、5月の17日、金曜日からアップリンク京都、はい、そして、5月18日土曜日からシアターセブンでですね上映されますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思っております。はい、はい、ということでシネマどんぶりでした。はい、ではこの次は、はい、いきますよ、中之島映画祭情報です。西野さん、はい、ということで、中之島映画祭情報なんですが、今日ははい、今日はですね、はい、日浦君が、はい、現地にレポートしに来てくれました、はい、でこの V を見ていただくと、はい、中之島映画祭の面白さ、楽しさが伝わってくると思いますので、上げすぎ、もうちょっと下げといて、下げといて、そんないい動画なんですか。いやいや、待て、上げんな、ハードル上げすぎ、楽しみ。いやでは早速それを見ていただきましょう。どうぞ。はい、ということで、中之島映画祭に来ました。こんな感じです。やってんのかな、突撃したいと思います。はい、ということでですね、はい、私中之島映画祭にやってきまして、ありがとうございます。企画長を捕まえました。ちょっとバタバタしてるんですけどね。はい、で、まあ、まあ、なかなか盛況の感じ。そうですね、晴れてるんで、本当晴れたからホッとしてます。ねえ、めちゃめちゃええ天気ですもん。そうなんですよ。はい、かなり入ってもらえたんで、ちょっとホッとしてま
ました。はい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 。で、どうですかね、その今年の傾向というのは何かありますか。結構お年寄りというか、うん、あの50代60代が多いなと思ったんですけど、今年の結構ね、見たらね、ファミリー層っていうか、ファミリー層が増えてます、ね、あのお父さんお母さんが子供さん連れてきてるみたいな、はいはいはい、まあ、あの円高もあって、アンキーさんね、うん、があれやっていうことなんで、そういうファミリーの人たちが増えてるから、はいはい、ね、なんかあのいい感じで人が入ってるような、はい、もう今言うてる間もどんどん入ってきてるみたいな感じで、ね、すごいいい感じだと思うんですけど、ね、はいはい、またですね、はい、グランプリがどうなるのかう、そうですね、ね、これ明日発表が、明日発表です、はい、今日4日です、明日4日、5日発表なので、はい、我々にも予測がつかないです、はい、まあ、どれがグランプリになったのかおかしくないなと思ってるんで、はい、はい、何がなるか分かりません、はいはい、僕もちょっとね、あのいろいろ外も取材しながら、はい、中でも作品も見てみたいなとか、ぜひぜひ見てください、面白いですよ、面白いですよ、はい、はい、はい、ということでした、ありがとうございました、ありがとうございました。皆さん、第22回中之島映画祭企画長の西園でございます。ただいまから、グランプリ、今年22回中之島映画祭のグランプリを、発表していきたいと思います。ここですよ、よろしいか、はい、紙忘れた、机の上表彰状のとこ、すいません、もう本当バタバタしておりまして、というのはですね、3日間でお客さん、観客の皆さんに書いていただいたアンケートに点数があるんですけども、それを急いで集計して、ですぐ発表しなきゃいけないということで、非常にバタバタしておりました。で、238本応募があった中、優秀賞として8本上映させていただいております。で、まず最初にその優秀なる、作品をご紹介していきたいと思います。それでは1本目、愛せる私の世界、ありがとうございます。改めて愛セルフ私の世界主演兼監督を務めさせていただきました安野まどかと申します。本日はこの改めてこのような素敵な会のお祭りに選んでいただいて、皆さんに多くの方々に見ていただけたこと本当に嬉しく思っております。本日はありがとうございます。2作目、憧れドール、映画憧れドールの監督そして主演を務めました宮城と申します。この作品は私にとって初監督作品で、そしてこの中之島映画祭が世界初上映ということで、お祭りのお客様にたくさんのお客様に見ていただき、実際に感想をいただき、本当に素敵な映画祭に参加できて幸せです。皆様ありがとうございます。さまよえ記憶、はい、さまよえ記憶という作品を監督しました野口裕太と申します。本当にホールに入った時にこんなにすごいホールで、そして歴史のあるホールで上映していただけるんだっていうことが本当になんか入った時に嬉しくて、で今日もちょっと上映見て本当にこうお客さん、たくさんのお客さんに見ていただけたっていうことが、いや本当にありがたいなという、その一言につきます。こんな素敵な映画祭に、参加できたこと本当に、嬉しく思います。ありがとうございました。続きまして、真骨、監督は瀬田智一郎さんです。国家標本を愛するちょっと変わった生物教師と女性教師、そして高校生活を送れなかった一人の女の子のストーリー、骨を深く愛する生物教師から二人の女性は何を感じているのか、三人三様な姿を描く爽やかなヒューマンドラマです。続きまして、隣のサウンドリー、本日は、お暑い中お集まりいただきありがとうございます。中之島映画祭、本当にお客様が、そして映画祭関係者の皆様が本当にあったかいなと参加させていただいて感じておりました。映画を愛されるですね、皆さんの前で隣のサンズイが上映できたということを本当に心から嬉しく思っております。本当にありがとうございました。続きまして、23通のありふれたラブレター、23通のありふれたラブレター監督しました中村と申します。中之島まつりのスタッフの皆様、そしてすごく熱い思いで映画祭を作っている中之島映画祭のスタッフの皆様、本当にこの度は呼んでいただいてありがとうございます。とっても刺激になって、また作品を作り続けようという
糧になりました。ありがとうございます。続きまして、ホモアミークス、こんにちは、ホモアミークスという作品に出演しておりました足原健介と言います。ちょっと残念ながら監督の間口は来れなかったんですけれども、本当にこのたくさんの方にこの映画を見ていただける、本当に素敵な映画祭だなと思いました。この熱気をですね、持ち帰って監督にも伝えたいと思います。本当にありがとうございました。続きまして、よりクジラの声を聞く、よりクジラの声を聞くの、監督を務めました杉野さんです。このような、恐ろしい映画祭で、自分の作品をご覧いただけて本当に嬉しく思います。こんなにたくさんのお客さんに見ていただける機会ってなかなかないので、もう上中はずっと感極まりながら見ておりました。この映画祭、中野島祭りが今後も長く続いていくことを、願っております。本当にありがとうございました。以上、8作品が優秀賞でございました。皆さんおめでとうございます。私も全部見ました。この作品がグランプリちゃうかなと思うものもございますが、次に発表がありますので当たってるかどうかということで、で皆さん本当に力作で、どれもこれもすごい独創的で感動いたしました。中野島津映画祭、来年も再来年もずっとやっていこうと思いますので、また新しい作品でご応募いただけますようによろしくお願いいたします。また皆さんも何かの機会でぜひ見ていただきましたら結構かと思います。どれも商業作品に負けない立派な映画でございます。楽しい面白い映画ばっかりです。よろしくお願いいたします。それではいよいよグランプリの発表でございます。実はこちらの方に届いております。あ、これじゃあのか、これ去年のよ。それでは第22回中野島映画祭グランプリの発表させていただきます。第22回中野島映画祭グランプリ作品は憧れドールです。賞状第22回中之島映画祭グランプリ、作品名憧れドール、監督、出演者、関係者すべての創意と努力に敬意を表し、1000人以上、今回3000人、4000人 の観客の方が見ていただきました。皆様が審査員となって、この映画が一番面白いと選びました。ここにこれを賞します。また奨励金として10万円を贈呈いたします。令和6年5月5日、第51回中之島祭実行委員会実行委員長竹村徹、本当におめでとうございます。はい、改めまして憧れドールを監督しました、宮美と申します。ごめんなさい、ちょっとびっくりしちゃって、3日間参加させていただいて、上映作品8作品、全て拝見させていただきました。どの作品も本当に素晴らしくて、まさか自分の作品が選んでいただけるとは思ってもみなかったので、本当に感動しております。皆様ありがとうございます。この作品は先ほどもお話ししましたが、初監督作品です。映画を勉強したこともない素人の私が、仲間に支えてもらいながら、素晴らしいキャストの皆さんと手探りで手繰り寄せた一つの映画の形として皆さんに見ていただけたんじゃないかなと思っています。ちょっと無骨だったり身分審査書もあったかと思いますけど、こうやって皆様に受け入れてもらえて初めて、今日憧れドールは、最初の一歩を踏むことができました。この作品をノミネートに選んでいただいた中之島映画祭の皆様、そしてご来場いただいた皆様、そして私を支えてくれた素晴らしいキャスト秋田陽子さんやキャストの皆様、撮影監督の角さんはじめ、本当に素人監督を支えてくれたスタッフの皆さん、こ
の場を借りて改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。グランプリおめでとうございます。はい、率直なお気持ちを。お疲れ様でした。総括をこれで第22回中之島映画祭終わりました。グランプリ作品は憧れ通り、宮部さんの憧れ通りでした。本当先生だったんです。話を聞くと、最後の最後までわからなかったというのがところでございます。それだけに面白い作品がたくさん集まってたんではないかなと私自負しております。素晴らしい作品ばかりでした。はい、また来年やりたい、この面白い推し映画を皆さんに知ってもらうためにぜひ続けて中之島映画祭に続けたいと思いますので、また皆さんご協力の方をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。そこ言わんで、それ違う、そうじゃない、そっちじゃない、まあね、いろんなところを見ていただいたと思いますけど、はい、ああいう場所、ああいう場所なんですよ。そうなんですよ、ね、お祭りの中でやってるっていう映画祭ですからね、はいはい、まあ、こういうスタイルの映画祭って、うん、ほんまあんまないと思うんですよね。まあ、地域でね、はい、いろんな映画祭があると思うんですけど、ここほど大規模な広い、いろんなイベントがある、うんうん、はい、のはなかなかないと思うんです、ね、なかなかないですよね。はいはい、もう大看板をほんま書くの大変やったんですよ。寝ずに書いた。そうね、なぜ皆さんね、僕も含めてですけど、その看板書きのプロでもなんでもないね。いや、そう、はい、そう、それがみんな一生懸命ね、一生懸命書いて、はい、はい、頑張りました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、本当に開催できてよかったなと思って。そうですね。はい、ね、また来年にも受けて、またぜひやりたいなって毎回毎回思うんですよ。はい、終わったら。終わったら。はい、終わる、やる前はね、もう二度とするかと思います。でも終わると絶対に来年もやるぞって思うんですよね。うんうんうん、はい。はい、また、来年もですね。来年、今年行けなかった方はですね、ぜひ来年ね。はい、はい、また来年やりますので、はい、ぜひぜひ、はい、実写映画の面白さを体感してください。はい、で、次回は、グランプリ作品に詳しく語りたいなと思っておりますので、はい、楽しみにしてください。はい、ということで今日は、中之島映画祭情報でした、はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、夢人情報なんですが、はい、はい、募集してます。本当に募集してます。あのね、もうね、言ってもいいんですけど、おそらくひなも19日の情報ですね。はい、もう全部お迎え来てるしかないですね。はい、で僕もともると僕だけのフライミーチューサムーンと大きな気になりたいの上映情報になりますんで、まあそれはまたぜひご覧になっていただきたいんですけどね、はい、手前味噌ばっかりやってるのもしょうがないんで、ぜひいろんな方からの、そうです、ね、まあ、何でもいいんですよ、何でもいいんです。明日何新作のパン売りますとか、そんなのもいいんですよ。あ、いいです ね、はい、なんかそういう情報でもいいし、どこそこで何販売します、どこそこで、路上ライブやりますね、いいですよね。 もういい、もしかしたら今フォロワー増やしたいから私のこと知ってだけでもいいかもしれない。顔を夢人情報ですから、もういろいろ何かに頑張ってるだけでね、はい、うん、全然構わないんで、ぜひ来てください。一応ね、何人かはね、お話あるんですよ、うん、ただなんかね、結構ね、5月が少なくて、うん、6月に言いたいっていう人が結構多いので、あ、はい、ちょっと5月今頑張って募集してるんで、今だったらいけるんで、次の収録までに間に合えば乗りますし、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、エンディングでございます。はい、
やいや、6回目終わりましたよ。はい、終わりました。はい、はい、早いですね。早いね、早いね。そしてなんと5月半ばまで来てしまっているというね。いや、そうです。そうです、あの11日ですから、うん、で次が18、25ってもうね、どんどん日が過ぎていく形になるんですけども、はい、どうですか、なんか最近の情報あります？いや、まあまたいつもはね、映画、うん、中之島映画祭で、はいはいはい、あのみんなに見てもらいたいっていうのがあるんですけど、うんうん、やっぱり僕も映画撮りたいなと思いますんで、はいはい、まあ、そこは優楽君と一緒に頑張ってなんか撮れたらいいな楽しみにしてます。匂、はい、わせてます今、はい、匂わせてます、はい、はい、で、ひなは？ひなはそうですね、まあ、今後ね、ちょっと踊り手の方のイベントが結構増えてくるので、うんうん、もう週に 2、3日ぐらい、うん、1日3時間踊ってて、うん、1日3時間、うん、1日3時間練習なんですよ。みんなで集まってするのが一人じゃなくて、グループやから。なるほど。もうだから、あの帰ってきたのこんなんで足がって言って、体と脳みそフル回転してやってたりするんで、まあ、もしね、興味ある方いたら、私自身じゃなくてこう誰かのコピーとかしてるんで、うんうんうん、ちょっと違ったスタイルになるんですけど、はい、なんかちょっとそういうのも面白いので、ちょっと新しい世界を見てみたいなっていう方で、ね、うん、だから、あの、まあ、それまで X でね、 X でも全部とりあえず情報はいろいろ載せてるので、はい、X を見てやってください。 X 見たら分かります、すべてがいろんな写真も載せてるので、はい、よろしくお願いします。はい、という感じでございます。まあ、あの、今ねちらっとね、二蔵さんも言ってくれてたんですけど、あの新作撮ります、撮ります、とりあえず今年も撮ります、撮ります、撮りますんで、またそこは期待してていただきたいなと思うんですけど、もうね、多分あのこの配信がされてる頃には、いろんなことが決まっていってると思うんですけども、まあ、詳しい話はですね、もうちょっとしてから、今月中くらいに発表できたらいいかなっていうふうに思ってるんですけども、その辺も期待しておいていただけたらなと。はい、まあ、当然この番組でね、一番最初に発表したいですからね、ということでやっていきたいと思っておりますので、また来週もご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。